いやー、刹那圭介だよ。あれ、第何章だったっけ？第8章か。久しぶり続けて第何章かも忘れたわよ。また長いこと空いちゃったよ。ごめんね、みんな。待っとった人がおるかもしれんけども、ごめんね。とりあえず謝っときもごめんね。今回は前回のパート、前回の話のラストにあった通り、なぜか過去編なんですよ。なぜ過去に飛ばされたのか。わからん。考えてもわからんもんはわからんわ。平成30年4月15日。平成30年の話だったやな。そもそも。おい、まだ行かねえの？とっくに中間テストの結果吐き出されてるぞ。えうるせえ。入学して最初のこの中間テスト、いい順位取って、頭いいやつって覚えといたろうが。どうなってるの？これって、今年の4月。痛い頭が。久しぶりすぎてさ、かすみちゃんの声ってこんな声で読みよったっけって思い始めてきとるからな。すみちゃーん、いる？いるね？やっほー。相変わらず伸ばしすぎだよ。で、うわ、テンション低い。もしかしてまだ体調悪いのかな。いや、大丈夫だよ。それよりあかり、これ一体どういう、どういうこと、どういうって何？は、私何かおかしかった？あかりちゃんのこのテンションの高さはいつもおかしいと思っとったけど、そういうことじゃない。いや、おかしいも何も。りょうは？りょうはどこにいるの？りょう？誰それ？不思議やな。いや、違う。りょうとはこの後、結果発表の時初めて出会うんだ。そこに行けばいいと。会いたい。今すぐに。会いたくて震える。あ、すみちゃん、置いてかないでよ。置いてかないでよ、ないでよ。ないでよ、ないでよ。あ、そうか。そんな感じだったもんな、第一章。ザワ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 。なんだこいつら、天才かよ。ザワザワザワ。こいつらら、まだ来てない。そうだ、リョウがやってくるのは、私が結果を見て落ち込んでた時。私の記憶通りなら、結果を見ればリョウはきっと。そうだったな。結果を見ます。あ、こんな感じか。ラって、かすみちゃんも高かったけん、なんかちょっとまとめられとった感じだったかな。やっぱり2位、1位はりょうだ。やっと追いついた。どうだった？1位。すみちゃんが2位って嘘でしょ。この1位の人、聞いたことないよ。そして、私の記憶通りなら、この後、来る。シャアが来る。シャアは来ません。シャアは来ません。おい、あいつだ。藤亮だ。鬱陶しい。亮！亮！あえてよかった！聞いて、なんかおかしくて。なんだてめえ、そうあるんじゃねえよ。そりゃ、この時系列だったらそうなるわな。誰やねん、お前やもんな。わからないの？私だって、かすみだよ。お前、頭おかしいんじゃねえのか。気持ち悪いぞ。そんな、りょうまで。じゃあ私は、どうすればいいだ。おかしいよ、何もかも。何が一体どうなってるっていうの。いい加減にしろよ、てめえ。鬱陶しいんだよ。ち、結果見ずに行っちゃった。ああ、りょう待って、そんな。ああ、りょう、
お前突然普通に出てくるな、お前。あー、りょう待ってよ。あんた誰、人の彼氏にベタベタしてどういうつもり。彼氏だな、付き合ってるな。え、しおりちゃん、何名前知ってんの。うわ、キモ、死ね。めっちゃ辛辣。この時系列この世界線のしおりちゃんめっちゃ辛辣な言葉を浴びせててくるな。ちょっとりょう待ってよ。そんなはずは違う、こんなの、こんなはずは。みんな普通にしてる、なんでおかしいよ。だってしおりちゃんは4月には学校にはいなかった。そうやな、なんかタイムパラドックス起きとるぞお前。なんだ、りょうと付き合ってもいなかった。でもそう思ってるのは私だけ。おかしくなっちゃったのは私。構成は何なんだ。勝手に過去に飛ばされたかと思ったら、なんか若干変わっとるもんな、歴史が。失礼しまーす、水根さん。しおりちゃん、一体何が起きてるの。向こうから来ちゃった。ないないしく名前で呼んでんじゃねえよ。痛い、痛いよしおりちゃん。バイオレンス、この女偉いバイオレンスだったいいから来いよな、私か裏に連れて行かれそうになってるやん、お前。お、教えて、何がどうだって。一歩歩くたびに殴られてるやん、一歩歩くたびに殴られてますよ。あ、本当に痛いか裏。うおおい、調子乗ってんじゃねえよブス。ごめん、ごめんなさい。高世界さんの勝利ちゃん変わりすぎだろお前不良少女でね、お前今さら謝っても遅えんだよ。ごめんなさい、りょう、助けて。お前さ、なんか見知った風だけどさ、俺、お前のこと何も知らねえんだけど。お前、誰。わあ、前のりょうくん、りょうくんになりすましとったやつが乗り移ってる。水でかすみ、目を覚ましてよ、私だよ、思い出して。りょうと口聞くだって、何か言ったらわかんだよ。おい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 。キチガイがタイクロ達人やったらこうなりますっていう雰囲気になってる。痛いよ、どうしたと。怖いよしおりちゃん。はぁはぁ、ふぅ、蹴るの疲れた。りょう、代わりにいたっていいよ。そいつ気持ち悪いから地球を送りたくねえんだけど。何、私の言うことが聞けないの。わかった。そんな、りょう、なんだこれ。わあ、太鼓の達人第2ラウンドや、太鼓の達人第2ラウンドや。お前苦しめ、湖に霞、お前の中身はたっぷり見せてもらったよ。4月15日、お前ら二人は出会い、すべてが始まったんだってな。特別な日だった、特別な日なんだってな。ああ、本当にムカつな。どうしたんだよ、りょう。なんでこんなやつなんかと。今日、4月15日は、お前らにとって最高の一日、改め、最悪の一日になるんだ。そして12月10日特進クラス。うう、あ、これは元の世界か。これだからこの上から確かに2人で落ちてったんだよ。君、一旦落ち着いて。ほら、あそこ見てごらん。上から落ちたんだったら何かしら跡が残るはずだろ。でも結構一つないじゃないか。確かに何もない、何もない。イリュージョンですね先生、これイリュージョンです、ね、イリュージングが働いてますね。いや、それはでも俺は
わかった、君の気持ちは伝わったよ。警察も総力を挙げて二人を探すから。おい、全然伝わってないな俺。勝手なことを言いやがって。結局3ヶ月経っても見つかってねえじゃねえか。3人がいないこの教室、日に1人。ふん、俺は何を考えてんだ。あいつのことばっか考えて。でもあいつのことならまたひょっこりドア開けて入ってきても。はあ、なわけねえか。バカかよ俺は。ん？誰かあそこに。なんだ？で、あれはカズミ。おい、カズミ、カズミ。聞こえてねえのか。カズミがいる、カズミがいる。なんだあの後ろ姿。あからさまに怪しい後ろ姿。なんだあれお前。偽物感が半端ねえわ。偽物感が半端ねえけど行くぜ。なんこれ、なんで、あれ、こっちこっちにも行けるんじゃ。なんか知らんけど、なんか知らんけどこっちにも行けるんや。なんで来たんだよ。じゃあなんで来たんだよ。ここに来ても意味ないで。なんでお前、どけよ。一旦落ち着こうな。ごめん。あ、ごめんごめん。そうやな、落ち着かなあかんな。キリキャラだっていう認識になってるよみんな。落ち着けよ落ち着けよ。りょうくん、どんだけ一人ぶち当たってきとんだお前。帰ってゲームやねえで誘われた。ゲーム誘われたんやけど。あ、おった。おい、かずみ。私何か用ですか。紛らわしい見た目してんなお前。髪の毛はかすみちゃんと合わせてきてるだお前。なんだ、わあ、私もかすみちゃんみたいな髪型にしたら頭良くなるかな。ならねえよ、努力だよ。結局努力だよ。あ、いや、人違いだ。いやー、はあ、俺は一体何をしてんだ。こんなところにいるわけねえだろうが。いるわけねえんだよ。これ以上引きずってもしょうがねえんだ。いい加減忘れて。カッパー、お祭りのバカ。ついに幻覚まで見えるようになっちまったってか。疲れてるのかな俺。あいつもかすみを探してんのかな。可愛い幻覚を見たって心は休まらねえぞ。あ、こっちに気づいた。すげえ慌ててんじゃん。見えてるっぽ。はは、ウケる。話してきた。やべえ。うた、てめえ、何すんだ。うわぁ、なんでっぽ。なんでおいらが見えてるんだっぽ。嘘だろ、幻覚じゃなかったのか。おい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 、やべえよ、こんな干物見たことないよ。やべえよやべえよ。なんでっぱ、どうしてっぱ。まいらお前。二人が絵を描いて前をけん、ちょっとインフィニティになったんやけど。インフィニティになったんやけどお前。うわあ、喋った、動いた。うわあ、気持ち悪い。気持ち悪いとはどういうことだっぱ。せせいだっぱ。気持ち悪いだからしょうがないじゃねえか。いやー、来るんじゃねえ。どういうつもりだ。まさかこのまま俺が消耗するのを待って、お、俺を食べる気じゃ。妖怪がみんなそういうタイプだと思うな。こいつよく見たらカスミと仲が良かった藤井亮じゃないかっぱ。もしかしてカスミと長い間一緒にいたからオイラのことが見えるように。赤絵にはオイラのことが見えるんだし。おい、何ブツブツ言ってんだ。しゃべれるなら交渉しよう。俺は食っても美味しくないぞ。何を言ってるんだっぱ。さすがのカスミの友達、
頭のおかしいやつバカいだっぱ。ルイトモかお前、ルイトモだと思ってるのかお前は。頭おかしい、おいこの喋るユーマ、ちょ調子に乗ってると殺して食うぞ。逆に食うがおんやったな。これは食うか食われるかの勝負だお前。負けた方は食われる、弱肉強食だな。やっぱりセイコパスだった。サイコパス扱いし始めてね。で、そんな言い合いしてる場合じゃなかったんだっぱ。おいらはカセモを助けに来たんだっぱ。え、お前今なんてカスビを助ける。そうだっぱ、お前だってカスミを助けたいはずだった。協力するっぱ。助けるだって異空間に飛ばされたんかな、そっから助けてやすってことか。いやいや、カスミは死んだ3ヶ月前にここに落ちてな。何を今さら、それにお前みたいな正体不明の生物にそんなこと言われて信じられるわけでねえだろうが。う、正論っぱね。でもオイラは正体不明の生物じゃないっぽ。オイラは見ての通りカッパだっぱ。普段オイラはシュクロの世界に住んでるんだっぱ。いや正体不明だよ、カッパってさ。物語上の生き物であってさ、実際には正体不明なんだよ。死後の世界、死後の世界なんて信じないっぱ。でもあるんだっぱ。君も死んだら僕らの故郷に来るんだっぱ。どんなところなんだ。エッチなお姉さんたちがいらっしゃいでいずらってのか。何にもないっぱ、一面水浸しで緑にも まばら。だからオイラたちはいつも暇してるんだっぱ。デスノートの死神界みたいな感じなんかお前。もうやることないから死神たちがすごい退屈してるみたいな、そんな世界かお前。あの日オイラたちは暇で暇で仕方なかったんだっぱ。おいカッパ、ちょっとこっち向くっぱ。全員カッパだからカッパって呼んじゃ誰のことわかんねえよ。固有名詞をつけなさい。今こいつの背中の反響を数えるのに忙しいんだっぱ。ったく、なんのよ、しょうもないことで忙しくなってるなお前。どんだけ暇やねん。ウノとかないんかこの世界には。ははばばば、だーもそれとむか、なんでくだらないいたずらっぱ。どれだけお前は暇なんだっぱ。背中の反転の数を数えてるやつに言われたくないっぱ。お前たち毎日喧嘩ばかりして飽きないっぱ。もう飽きたっぱ、暇だからしてたけど使えるだけっぱ。ははははは、暇すぎだろお前らの世界は。なんだか、なんか娯楽とかないの、カードゲームとかないの、ゲームもないの、テレビもね、ラジオのね、車もほとんど走ってねえってかお前。はあ、暇っぱね。そうだ、人間界行く。でもこの前もエンマ様に怒られたばかりだし、行こうっぱ。久々に思いっきりハメ外すっぱよ。よーし、行くっぱよ。えい。そんなにあさり行けるもんなんじゃ。あ、二人とも待つっぱよ。そうか、エンマ様がさ、なんか娯楽を提供してくれればいいのにな。娯楽提供してくれればさ、人間界に行くことなんかないのにさ。こっちの世界で楽しくできればさ、人間界に行く必要ないだからさ、エンマ様が娯楽を提供してくれればいいと思うんです。俺のおすすめの娯楽といえばオキュラスリフトやな、オキュラス GO やな、 VR ゲームやな。今はオキュラス GO を買いなさい。オキュラス GO、 カッパ勢に一個ずつオキュラス GO を与えなさい。こうしてオイラたちは、ちょ一旦ストップ。たく、君は常識ないっぱね。人の話の腰を追うんじゃないっぱ。
どのカッパがお前なんだよ。それに、どんな気軽に行き来き、そんな気軽に行き来できるもんなのかよ。細かいところはあまり気にするっぱね。だから君はモテないんだっぱよ。余計だよ、世話だ。結構リョークはモテてるよ。頭いいし、見た目かっこいいからね。意外とファンはついてるはず。おいらちにかかれば、世界の移動なんて、おちゃらこさいさいっぱ。えへん。さ、話を元に戻すっぱよ。わー、横並びのジェットストリームアタックやー。ヒュー、こっちの道路は絶妙な摩擦でサイコロ滑り心地っぱ。よーし、向こうの川までみんなで競争っぱ。競争していたオイラはちょうど車に轢かれた直後の片隅にぶつかってしまったんだっぱ。第二章の話やな。はははは、若干スマブラのワンシーンを見てるような気がする。あの時はさすがに焦ったっぽよ。何せ普通はオイラたちは人間には見えないし触れることもできないはずなんだっぽ。けどぶつかったやな。でもあの時カスミは死にかけていて、魂が体から離れかけていたんだっぽ。オイラがぶつかったことで一時的に魂が体に戻っちゃったんだっぱ。そんな単純な仕組みなのか、魂って。ああ、人間の体って結局は魂を入れる器だって話なのか。でもそれはあくまでも一時的なものだったっぱ。しばらくすると再び霞の魂は体から離れようとしたっぱ。どうやらオイラが近くにいれば魂は体から離れたりはしないみたいだったっぱ。つまりさ、半分死んどったって言うべきなんだろうな。なんかちょっとイレギュラーが発生し死なずに済んだっていうか、魂が体から出ていかずに済んだっていうか。オイラは霞を見捨てて元の世界に戻ってもよかったっぱ。でも君たちと毎日楽しそうに過ごしている霞を見ていると、そんなことできなかったっぱ。うん、これまで君には見えてなかったかもしれないけど、いつもオイラは霞のそばにいたっぱよ。わあ、それちょっと言い方次第ではすっとかだな。カッパ、お前どこまで一緒にそばにいたっぱ。もしかして四六時中べったりくっついていたっぱ。わあ、だとしたらお風呂とか着替えの時も一緒にいたっぱ。エロスだぞ、セクハラだぞ、性犯罪だぞ。パーパー、そうだったのか。いや、お前が嘘をついてるって可能性もあるけど、今は信じるしかないみたいだな。じゃあ、お前は具体的にここには何をしに来た。さっきはカスミを助けに来たとか言ってたけど。そう、そこなんだっぱ。オイラは3ヶ月前カスミが勝利に道連れにされて以来、てっきり死んでしまったと思って向こうでカスミを探してたのば。でもいくら探しても見つからなかったっぱ。死んだ人間は例がなく死後の世界に向かうっぱ。毎日毎日探しても見つからなくて、ある日一つの可能性を思いすぎたんだっぱ。可能性？霞はまだ死んでないんだっぱ。あれでまだ死んでないの？それはそれすげえやらな。死んでない。君も神隠しって聞いたことあるとは思っぱ。あれは成仏できず悪霊と化した死者の魂。あら、ごーん、難しい漢字並べるな、お前。俺漢字苦手なんだ、お前の仕方な、仕業なんだっぱ。勝利は君を憎み、霞を妬んでだったっぱ。その強い念の力なら、勝利なら霞を隠すことは十分可能だっぱ。勝利が悪霊だってことか？確かにあいつは半年前に死んでる。
なのに俺たちの前に現れて、でもいきなりそんな一気に言われてても。君も意外と頭悪いんだっぱね。はぁ、しばくぞカエル。カエル扱いしている。カッパラッパ、オイラだって責任を感じてるんだっぱ。オイラのせいで本来死ぬはずだったカスミは生きてしまっていたっぱ。それにエンマ様が怒って死後の世界に連行しようとしおりは来てるんだっぱ。あ、エンマ様が送った使いになったんじゃ、しおりちゃんって。だから死後の世界からしおりちゃんが生きたかのように出てきたわけじゃ。こうなったのはほぼ 100% お前の責任じゃねえか。でもこうしてなかったら君とカスミはここまで大切に思い合うことはなかったっぱ。大切に言って運命変えてしまったよな、ここまで。でもりょうくんだってさ、ここの中ではカスミちゃんのこと大好きなんでしょ。いつも君はカスミのことを探しているっぱ。素直になるっぱ。君はカスミが好きなんだっぱ。はーい、その顔やっぱりそうですね、ズボシですね。りょうくんはかすみちゃんのことが好きです。みんなここにいる人誰か聞いてるんだったら覚えておいてくださいね。そうだから、そう魂感じがちょっとわかりにくいからさ、やめてくれないかな。要は妖怪のせいなんですよ。に連れ去られ飲み込まれた人間は主語の世界に行くことはできないっぱ。そんなしおりの横暴はおいら許さないっぱ。りょう、一緒にかすみを探すっぱ。わかってる。いつだってどこだってあいつといる時が一番落ち着いてんだ。帰ってきてほしい。よし、じゃあこの辺りをもっとよく探してみるっぱ。かすみ失踪の手がかりを探す。オッケー。探偵みたいなことをやってるな。花壇、あ、間違えた。この辺りがちょうどかすみたちが落ちたところだと真下に当てる。やっぱり何も痕跡は残ってないか。警察が探してるんだ。別の場所を探す。これは何？もしかして林の向こうに逃げ込んだなんて思ったけど、そんなことはなさそうだな。ダメだ、他に何かないのか。ダメだ、だいたい失踪してからすぐに散々探したんだ。今さら何が。でももうここ以外に思い当たる場所はないんだっぱ。絶対あるはずっぱ。もう一度探すっぱ。そうは言ってもお前、これはそのさっきの女の子。急に何をうろたえてるっぱ。わ、私は気にしないで。お、落とし物を取りに来ただけだから。あの子にはきっと君が独り言を言う変人に見えてたっぱね。どうなってんだ。あ、消えてるな。さらっと俺カップの方を見たとき気にしなかったけど消えたんじゃ今。なんかさらっと消えたね。また一人で何を言って。お、女の子が消えたっぱ。おいお前大丈夫か、どこに行った。え、あの私ずっとここにいるんですけど、ここはこの人をさっきから変。わはははは。え、なんか世界の入り口ここに見つけたりか。まずかこれって見つけたっぱ。これが神隠しの入り口だっぱ。そこを解くっぱ、力技でこじ開けてやるっぱよ。はい、マジョジョンマンマジョンマ。よし、ここから入るっぱよ。準備はいいかっぱ。マジか、つうか人間がここに入っても大丈夫なのかよ。心配ないっぱ。早くかすみを連れ戻す。それだけ考えておけばいいっぱ。
わかった。行こう。あ、で、ここが神隠しの世界だったんだ。神隠しの世界だったん。神隠しの世界だったんやな、これ。二度と俺に触れるんじゃねえ。はいはい、交代して。そろそろ私もこいつ蹴飛ばしたくなってきた。ひどいよ、しおりちゃん。どうしてこんなことを。だから、誰が喋っていいって言ったんだよ。来た。待て。てーてて、あ、てりょう、どうしてここに。ここは確かに隠しておいたはず。カッパー、てめえの血わずか。霞を返すっぱ。エンマ様も怒っているっぱ。あのじじいの言うことなんて知るかよ。霞とりょうに復讐しないと。苦しくて苦しくてたまらないんだよ。りょう、助けて。かすみ、しおりてめえ。おいお前、りょうを捕まえろ。来るっぽよ。え、俺に行けなあかんの俺。偽物のりょう倒すってどうやって倒すか。あ、クリックだったわ。はい、こんなもんかよ。え、殺す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 け。やば、てめえ。連打で高速から逃れる。ドド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 ドわあ、水のバブル。カズミ、大丈夫か。りょう、りょう、本物だ。りょうが来たんだ。どいつもこいつも勝手なことばっかしやがって。ムカつく、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 ムック。え、ガチャピンと隣の赤いやつ。もういい。そうやって二人で仲良しごっこを続けてるんだったら、二人まとめて死んじゃえ。わあ、やばい、匂いがプンプンしてるぜ。オーラが違うぜ。これは少しまずいっぱよ。完全に、だからその感じに難しいやつなんて読むんじゃん。お前、読み方を送ってくれ。に、なりゃ果てているっぱ。二人とも、とにかく外へ逃げるっぱ。オイラができるだけ足止めするっぽ。できてなーい。秒殺、秒殺。一瞬にして終わってない。カッパ、どいつもこいつもうざいんだよ。シェ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 。に、逃げ切れるわけないじゃん。あはは。どうしよう、りょう。せっかく助けてもらったのに、このままじゃ。大丈夫だ、落ち着け。大丈夫だから。りょう、私。わあ。ああああああ。だから、そういうのがムカつくって言ってんじゃん。嫉妬の心。わあ、ムカつく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 。しおり、お前どうしたんだよ。なんでそうちまそうなっちまっちゃうのよ。その目をやめろ。見にくいか、見にくいか、見にくいか。お前のせいなんだ、お前らのせいなんだよ。ち、とにかく逃げるぞ。嫉妬の怨念がすごい近づいてきてるに。いや、まあ、え、画面右端の矢印で上下に移動。こういうことか。おお、やばい、死ぬ、うわー、レーザー、ああ、そういう感じか。やばいだ、おい、オッケー。ああ、もう、なんで避けるんだよ、なんでできるんだよ。逃げなきゃ死ぬからだよ、お前。当たり前だろうが、お前。
私を見てくれない寮なんて早く死ね。私の寮を奪う霞なんて早く死ね。だったらまずはお前が冷静になれよ。話はそれからだろう。もう問答無用って感じで追いかけてきてるもんな。話したって無駄だ。お前はいつもそうやって私から逃げる。また私を一人にするんだ。お前はまた私を見捨てるんだ。見捨ててたかない。お前はずっと一人じゃない。うわあ、どこで学んだんその炎の魔術。行き止まり。でも勝利うまい。なんだよなんだよその哀れむような目は。高みの見物か。女連れて満足かよ。今は私よりそいつなんだもんな。これがお前がずっと思ってたことなんだよな。いつもお前は笑っていたけど、ここの中にはいつも助けを求めてたんだ。そして今もそうなんよな。それで気づいてくれなかったっていう、それが確か第6章だったかな。かすみちゃんとしょりちゃんが初めて会って話した時の話のやつやな。わ、私仲直りしたいよ。私は笑顔のしょりちゃんが好き。しょりちゃんは素直に思っていることを表現するのが苦手なんだ。私が嫌いならそれでもいい。好きになってもらえるように努力するから。なんだなんだよ、なんなんだよお前らは。私のことを知ったらしく次から次へと、そういう態度が一番難しくつくんだよ。お前らには私の苦しみはわからない。もういい、消えろ。かすみ、うわあ、間に合ったんだよカッパ。お前、え、お前すごい倒れとったやん。お前なんだ、お前ケビオか、ケビオか。あれは大丈夫、大丈夫カッパ。カッパどうして、大丈夫なの。カッパ、てめえ調子に乗りやがって。カスミ、本当に申し訳なかったっぽ。これが償いになるとは思わないっぽけど、君たちは幸せになるっぽ、約束っぽよ。カッパ、お前何を言って。勝利、お前はおいらが責任持って成仏させてやるっぽよ。黙れカッパ、お前が消えろ。燃えてる。あ、ショイちゃんが倒れて、カッパがいない。あれ消えた。ダティブロールの世界も。カッパが、カッパがいない。どうした、あいつは自分の体を犠牲に。そしてショイちゃんが倒れております。勝利。なんでだよ、リョウ、どうして。リョウは私のものなんだ。リョウだけが私を救ってくれる。大嫌いな家から私を見て、もっと見てよ。私はお母さんの人形じゃない。もっと自由に生きたい。素直に生きたいよ。消えた。1週間後、ほら、なんだこの家。はい、どちら様ですか。あ、しおりさんの中学の時の同級生の藤と申しますが。あ、しおりちゃんの家か。しおりさんにお線香をあげさせてもらえませんか。成仏、向き合う覚悟ができたという。